毒のその人の脳の情報を得る。それは元にあるわけだから、元からずっとそこから情報が来て、そこに自分の生まれてくる理由も全部あるわけだから、そことつながっているから、本当のその人って何ってなった時に、その人に聞いてもダメなわけ。毒のその人に聞くんじゃないわけ、元に聞くわけ。元に聞いてるんですよ。自分でやると思ってるでしょ。自分でやったら分かんないでしょ。自分じゃないんです。自分は騙されてる脳しかないわけですから、自分じゃなくて自分が存在した理由、意味に必要ですよ。一番最初、自分に関係なく、この宇宙を作り出した一番最初、全くの無が無でなくなった瞬間っていうのがあるんですよ。それが揺らぎの最初ですけど、そこから我々はつながってるわけですから、だからその人の全てはそこにあるんです。全ての最初はそこにあります。私もそう、皆さんもそうですよ。なんで、なんでもそうです。なんでこれがあるのか、なんでこれが、なんであなたが、なんであなたが私が生きてるの、なんで生まれてきたの、なんでこれからも生きるわけっていう意味も全部ここにあるんです。その答えを見つけ出すことができれば、私はそれを見つけ出したわけで、今こう迎えた時に困ってる、なんとかしてほしいと言われた、言うんであれば、その答えはここにあるわけだから、ここに聞くんです。これが毒の、その人の脳に聞いてる。そこが勘違い、脳に情報ないんです。そこにあるんです。そこからずっと連続的に入ってきたものがすぐ消えていく、消えていく、消えていく、連続的に入ってくるから、消えてもすぐ突き上るから、もう瞬間瞬間に新しい情報に変わっていくわけですよ。ずっといつまでもあったらこう腐ってしまいます。時代が遅れてしまいます。どうもその速さ、これが速いほどもうその時代に合ってます。私の場合はその速すぎて30年40年先にいつもいるんですよ。だから私の下のことはみんな分からなかった。どん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 新しいのが入ってきます。だからその人のこれからのこと、今皆さんの病気症状は過去から現在です。今の病気症状を起きようと思ったら、過去の情報で今現状に対してやるんですよ。でも次の瞬間は未来、それに対しては何もやってないですよ。治療は過去から現在までです。だからどんな治療も次の瞬間価値がないわけないですよ。その未来ですよ。その人の次の瞬間に対して対応したのか、さらにその次の瞬間に対して対応したのか、ここですよ。ここに対してやらないと、この情報はどこにもないですよ。医学にはないですよ。それは元にあると同時に、その人はこれから5年、10年、20年、30年生きていく、その意味も理由も質も全部ここにあります。それがその人の脳に届いているんです。だからその人を通して元を通してその人です。この連続ができてないと情報は読めないんです。それはその人の未来が見えるかどうかです。やるほうがね、見えないです。その人の未来です。明日、明後日、1週間後、1ヶ月後、5年後、10年後、それが見えてるから、それに対して今やったものがどれだけの未来に対してそれが有効なのかということです。自分の能力はせいぜい3日だなと、1週間だなという、それがもっともっと1年とか2年とかっていうのもあるわけですよ。そういう能力っていうのはやはり訓練が必要なんですよ。また必要なのは本人が自分の未来を描けるかどうか。その描けない人に対してはできないです。未来にない人に対してはできないです。でも未来をいらないという人に対しては、私はいや、やめましょう、できませんって言ったわけ。だから人の役に立つことをしたい。